いそう、怯えてる。自分の住処がなくなったんだ、怯えて当然だろう。ねえ、ボブ、あのさ、やっぱり私、今すぐヒューンって帰りたいの。この前みたいに。ねえ、トラーナの使い方を教えてくれない？ロイヤ、ねえ、どうしたの？休もう、少し。顔色悪いよ、大丈夫？時の試練が身に染みてね、記憶の翼が羽ばたいていく。まずいぞ、前よりひどくなっている。ボブ、お願い、しっかりして。忘れるな。いいか、その色は青だ。そして花が開く。正気が彼をどんどん蝕んでいる。おそらく長くはないだろう。そんな、今諦められたら困るんだって。あのバローなんとかは？あれがあれば落ち着くだろう。蔓延も防げる。なら早く、もたもたしてないで。それを。もう遅い。手元にあったものは昨夜の犠牲者に使い切った。樹液をここに探しに来たが、もう残っていない。そんな、死なれちゃ困る。オーデンも私も彼が必要なの。このアーシアだってそう。どこかにあるはず。アーボアレットにならまだあるかもしれない。そこからバローの木は来たんだ。よかった、場所は取ってくる。目指すは城下町だ。これと似た木がある。樹液がまだ残っているといいが。分かった。助けなきゃ、最後の希望よ。アーボアレットに向かうつもりなら南の方角だぞ。行くか？どうかしたのか？あの子が死んだ場所、ずっと昔のことみたい。仇は取っただろう。仇か、そうね。私を慕ってくれた。クソみたいな環境にいたのに、すごくまっすぐで未来があったのに。住民は命の儚さを知っている。
タンタたちの影に怯えて生きてるからな。死と隣り合わせの日々を送ってるからこそ、あの少女は純粋でいられたのかもしれないな。まだ小さかったのに。で、私みたいなのが21年も生きて、21年無駄に過ごしてる。不公平だよね。そう言うなよ。お前にも生きる理由はある。何、思いつくのは猫とたくさんの前科くらいだけど。ああ、ニューヨークでは誰も殺さなかった。タンタの恵みを。これだけひどいことをされても、まだタンタたちが恵みを与えてくれると思うの？ああ、そうだ。彼女らは民の導き手だった。今正気をなくしていても、その記憶は消えやしない。フレイ、お前に一言謝りたかった。何を？見誤っていた。民は恐れている。私も民が求める希望を与えてやれないのだ。だがきっとお前なら。もう行くね。お前もここに来てたんだね。寂しい？ああ、そりゃそうだよね。おい、見ろ。何か落としていったぞ。嫌われたわけではなさそうだな。確かにジョヘッティが言ったことは正しい。お前しかいないんだ、ここを。やだ、絶対やらないから。もう人殺しはしない。またあんな思いしろっていうわけ？いや、俺はただ。もういい、聞きたくない。おい、まだ怒ってるのか？そうみたいだね。すまない、気に障ったようだ。ただ町の奴らを気にかけているのだと。気のせいかもしれないが、悔いを残したまま帰ってほしくないんだ。それは帰れたらの話ね。もしブレイクボブが死んだら。確かにそれは問題だ。
気をつけろ。ごめんってば。あんま聞いてないみたい。敵はいないみたい。あまり気を抜くな。
前科とは何だ。前科だ。それをお前は持っているんだ。それは法を破ったことだ。生きるため仕方なく。なるほど。法といえばアーシアの法はタンタプラーブが定めたものだ。彼女は絶対的な正義として知られる。どんな罪にもふさわしい裁きを与えたのだ。それでしょ。目には目を、歯には歯を。その通りだ。有罪になった者の手足を切り落とすこともあった。マジ？さっきのは例えだけど。盗っ人には手を切り落とすという判決が出ることもある。ここで裁かれてたらたくさん切られてただろうね。そうなのか。具体的には何本くらいだ。そこ突っ込むかな。想像に任せろ。気分はどうだ。さっきよりはかなりマシかな。オッケー。行け。今はできるだけ敵の攻撃を避けろ。無茶言わないで。
よ。中身は？敵はいないみたい。あまり気を抜くな。休むか。お前がする。